先日、アンティーク好きな彼女とドライブがてら、骨董店やリサイクルショップを回ることになった。俺もレゲエとか古着など好きで、掘り出し物のファミコンソフトや古着などを集めていた。買うものは違えども、そのようなものが売ってる店は同じなので、楽しく店を巡っていた。お互い掘り出し物も数点買うことができ、テンション上がったまま車を走らせていると、一軒のボロッチい店が目についた。コンビニ程度の広さの、ちんけな店だった。主に古本が多く、家具や古着の類はあまり置いていないようだった。ファミコンソフトなど、究極張り切りスタジアムが嫌がらせのように一本だけ、埃をかぶって棚に置いてあるだけだった。もう出ようか、と言いかけたとき。あ。と彼女が驚嘆の声を上げた。俺が駆け寄ると、ぬいぐるみや置物などが詰め込まれた、バスケットケースの前で彼女が立っていた。何か掘り出し物あった？これ、すごい。そう言うと彼女は、バスケットケースの一番底に押し込まれるようにあった、正二十面体の置物を、ぬいぐるみや他の置物をかき分けて、手に取った。今思えば、なぜバスケットケースの一番底にあって、外からは見えないはずのものが、彼女に見えたのか。不思議な出来事は、ここからすでに始まっていたのかもしれない。正二十面体は、これを参考までに。何これ？プレミアモン？いや、見たことないけど、この置物買おうかな。まあ、確かになんとも言えない落ち着いた色合いのこの置物。オブジェクトとしては悪くないかもしれない。俺は、安かったら買っちゃえば、と言った。レジにその正二十面体を持っていく。しょぼくれたじいさんが古本を読みながら座っていた。すいません、これいくらですか？その時、俺は見逃さなかった。じいさんが古本から目線を上げ、正二十面体を見た時の表情を。驚愕、としか表現できないような表情を一瞬顔に浮かべ、すぐさま普通のじいさんの表情になった。あ、これね。いくらだったかな。ちょっと待っててくれる？そう言うとじいさんは、奥の部屋、おそらく自宅兼、に入っていった。奥さんらしき老女と、何か言い争っているのが断片的に聞こえた。やがて、じいさんが一枚の黄ばんだ紙切れを持ってきた。それはね、いわゆるおもちゃの一つでね。輪本って名前で、この説明書に詳しいことが書いてあるんだけど。じいさんがそう言って、黄ばんだ汚らしい紙を広げた。随分と古いものらしい。紙には、例の正二十面体の絵に、輪本、と書かれており、それが、熊、鷹、魚、に変形する経緯が絵で書かれていた。わけのわからない言語も添えてあった。じいさんが言うには、ラテン語と英語で書かれているらしい。このように、この置物がいろんな動物に変形できるんだよ。まず、輪本を両手で包み込み、おにぎりを握るように撫で回してごらん。彼女は言われるがままに、輪本を両手で包み、握るように撫で回した。すると、カチッという音がして、正二十面体の面の一部が隆起したのだ。わ、すごい。その出っ張ったものを回してみたり、もっと上に引き上げたりしてごらん。じいさんに言われる通りに彼女がすると、今度は別の一面が陥没した。すごい。パズルみたいなもんですね。ユーもやってみたら。この仕組みを言葉で説明するのはすごく難しいのだが、トランスフォーマーというおもちゃをご存知だろうか？カセットテープがロボットに変形したり、拳銃やトラックがロボットに、という昔流行ったおもちゃだ。この輪本も、正二十面体のどこかを押したり回したりすると、熊や鷹、魚などの色々な動物に変形する、と想像してもらいたい。もはや、彼女は輪本に興味津々だった。俺でさえすごいおもちゃだと思った。それでおいくらなんでしょうか？彼女が恐る恐る聞くと。それねえ、結構古いものなんだよね。でも、私らも置いてあることすら忘れてたものだし。よし、特別に1万でどうだろう？ネットなんかに出したら、好きな人は数十万でも買うと思うんだけど。そこは値切り上手の彼女のことだ。結局は6500円にまで負けてもらい、ホクホク顔で店を出た。次の日は月曜日だったので、一緒にレストランで晩飯を食べ終わったら、お互いすぐ帰宅した。月曜日、仕事が終わって家に帰り着いたら、彼女から電話があった。
ゆうくん、あれすごいよ。リンフォン。ほんとパズルって感じで、動物の形になってくの。仕事中もそればっかり頭にあって、手につかない感じで。マジで下手なテレビゲームより面白い。と、一方的に興奮しながら彼女は喋っていた。電話を切った後、社メールが来た。リンフォンを握っている彼女の両手が映り、リンフォンから突き出ている、熊の頭部のようなものと足が2本見えた。俺は、よくできてるなぁと感心し、そのような感想をメールで送り、やがてその日は寝た。次の日、仕事の帰り道を車で移動していると、彼女からメールが。マジで面白い。昨日徹夜でリンフォンいじってたら、とうとう熊ができた。見に来てよ。という風な内容だった。俺は苦笑しながらも、車の進路を彼女の家へと向けた。なあ、徹夜したって言ってたけど、仕事には行ったの？つくなり俺がそう聞くと。行った行った。でも、おかげでコーヒー飲みすぎて気持ち悪くなったけど。と彼女が答えた。テーブルの上には、四つ足で少し首を上げた、熊の形になったリンフォンがあった。おお、マジすごくないこれ。仕組みはどうやってできてんだろ。すごいでしょう？ほんとハマるこれ。次はこの熊から鷹になるはずなんだよね。早速やろうかなと思って。おいおい、さすがに今日は徹夜とかするなよ。明日でいいじゃん。それもそうだね。と彼女はいい、簡単な手料理を二人で食べて、一回サックスして、書く必要あるのか？寒かったらすまそ、その日は帰った。ちなみに、言い忘れたが、リンフォンはだいたいソフトボールくらいの大きさだ。水曜日、通勤帰りに、今度は俺からメールした。ちゃんと寝たか？その他もろもろ、あーだこうだ。すると、昨日はちゃんと寝たよ。今から帰って続きが楽しみ。と返事が返ってきた。そして夜の11時くらいだったか。俺が PS2 に夢中になっていると、社メールが来た。タカができたよー。ほんとリアル。これ作った人マジ天才じゃない？社メールを開くと、翼を広げたタカの形をしたリンフォンが映してあった。素人の俺から見ても精巧な作りだ。今にも羽ばたきそうなタカがそこにいた。もちろん、おもちゃだしある程度はデコボコしているのだが、それでもよくできていた。すげえ、あとは魚の身じゃん。でも夢中になりすぎずにゆっくり作れよなぁ。と返信し、やがて眠った。木曜の夜、俺が風呂を上がると、携帯が鳴った。彼女だ。ゆうくん、さっき電話した？いや、どうした？5分ほど前から、30秒間隔くらいで着信来るの。通話をしても、なんか街の雑踏のざわざわみたいな、大勢の話し声みたいなのが聞こえて、すぐ切れるの。着信見たら、普通は番号表示されるか、非通知か、公衆とか出るよね。でもその着信見たら、彼方って出るの。こんなの登録もしてないのに。気持ち悪くて。そうか。そっち行った方がいいか？いや、今日は電源切って寝る。そっか、ま、何かの混戦じゃない？ああ、ところでリンフォンどうなった？魚は。ああ、あれもうすぐできるよ。終わったらゆうくんにも貸してあげようか。うん、楽しみにしてるよ。金曜日、奇妙な電話のことも気になった俺は、彼女に電話して家に行くことになった。リンフォンはほぼ魚の形をしており、あとは背びれや尾びれを付け足すと完成、という風に見えた。昼にまた変な電話があったって？うん。昼休みにパン食べてたら携帯が鳴って、今度は普通に非通知だったんで出たの。それで通話をしてみると、出して、って大勢の男女の声が聞こえて、それで切れた。やっぱ混戦かいたずらかな。明日どこも一緒に行ってみる？そうだね、そうしようか。その後、リンフォンってほんとすごいおもちゃだよな、って話をしながら、魚を完成させるためにいろいろいじくってたが、なかなか尾びれと背びれの出し方がわからない。やっぱり最後の最後だから難しくしてんのかなぁ。とか言い合いながら、四苦八苦していた。やがて眠くなってきたので、次の日が土曜だし、着替えも持ってきた俺は、彼女の家に泊まることにした。嫌な夢を見た。暗い谷底から、大勢の裸の男女が這い登ってくる。俺は必死に崖を登って逃げる。あと少し、あと少しで頂上だ。助かる。頂上に手をかけたその時、女に足を掴まれた。連れてってよ。
汗だくで目覚めた。まだ午前5時過ぎだった。再び眠れそうになかった俺は、ぼーっとしながら、彼女が起き出すまで布団に寝転がっていた。土曜日、携帯ショップに行ったが、大した原因はわからずじまいだった。そして話の流れで、気分転換に、占いでもしてもらおうか、ってことになった。市内でも当たると有名な、猫おばさんと呼ばれる占いのおばさんがいる。自宅に何匹も猫を飼っており、占いも自宅でするのだ。ところが予約がいるらしく、電話すると、運よく翌日の日曜にアポが取れた。その日は適当に買い物などして、外泊した。日曜日、昼過ぎに猫おばさんの家に着いた。チャイムを押す。はい。予約した〇〇ですが。空いてます、どうぞ。玄関を開けると廊下に猫がいた。俺たちを見るとやっと威嚇をし、奥へ逃げていった。廊下を進むと、両間に猫おばさんがいた。文字通り猫に囲まれている。俺たちが入った瞬間、一斉に。と、親の仇でも見たような声で威嚇し、じりじりに逃げていった。さすがに感じが悪い。彼女と困ったように顔を見合わせていると。すみませんが、帰ってください。と猫おばさんが言った。ちょっとムッとした俺は、どういうことか聞くと。私が猫をたくさん飼ってるのはね、そういうものに敏感に反応してるからです。猫たちがね、占っていい人と悪い人をより分けてくれてるんですよ。こんな反応をしたのは初めてです。俺はなぜかひらめくものがあって、彼女への妙な電話、俺の見た悪夢をおばさんに話した。すると、彼女さんの後ろに、動物のオブジェのようなものが見えます。今すぐ捨てなさい。と、しぶしぶおばさんは答えた。それがどうかしたのか、と聞くと。お願いですから帰ってください。それ以上は言いたくもないし見たくもありません。と、そっぽを向いた。彼女も顔が蒼白になってきている。俺が執拗に食い下がり。あれは何なんですか？呪われてるとか、よくアンティークにありがちなやつですか？おばさんが答えるまで、何度も何度も聞き続けた。するとおばさんは立ち上がり。あれは凝縮された極小サイズの地獄です。地獄の門です。捨てなさい。帰りなさい。あの、お金は。いりません。この時の絶叫したおばさんの顔が、何より怖かった。その日、彼女の家に帰った俺たちは、すぐさまリンフォンと黄ばんだ説明書を新聞紙に包み、ガムテープでぐるぐる巻きにして、ゴミ置き場に投げ捨てた。やがてゴミは回収され、それ以来これといった怪異は起きていない。数週間後、彼女の家に行った時、アナグラム好きでもある彼女が、紙とペンを持ちこう言い始めた。あのリンフォンって、RINFONE の綴りだよね。偶然というか、こじつけかもしれないけど、これを並べ替えると、インフェルノ、とも読めるんだけど。ははは、まさか、偶然偶然。魚、完成してたら、一体どうなってたんだろうね。ははは。俺は乾いた笑いしかできなかった。あれがゴミ処理場で処分されていること、そして二つ目がないことを、俺は無意識に祈っていた。リンフォンの写メは？それが残ってたらとても良かったのだが、残念だ。ありがとう。いい話だったよ。ありがとう。すんません、俺も彼女も気持ち悪くて速攻消しました。ほんと残ってれば。形は、この図の正二重面体を、黒く塗ったようなものと思ってください。表面にも、ラテン語のような文字がいくつか書いてありましたが。それでは失礼します。見れなくて残念だけど、俺だったら迷わず消すな。俺だったら、10万くらいでオークションに出しちゃうな。リンフォン、ラテン語と英語の取説付き。商品説明に体験記を載せれば、かなりいけるのではないかな。インスパイアフロムヘルレイザー。ヘルレイザーじゃん。私はリンフォンの話ちょっと信じられる。似たような怖い体験したことあるから。文にしてみたんだけど、すげえ長文なのになぜか消えてしまって、もう記憶ないからまた今度にするわ。グッジョブ。俺もリンフォン見てみたかったよ。ちょっと待って。リンフォン。普通に近くのホームセンターに売ってるんだけど、プラスチック製のカラフルなやつ、機会があったら写真撮って送るよ。オークションに出品して、落札するから。